アッドシティは、モルディブ最南端の干渉である、アッド干渉で構成される、モルディブの都市。アッドシティは、モルディブで2番目に人口の多い都市であり、首都マレとフバンム村以外の都市の地位を得る2つの都市のうちの1つです。アッドシティは、ミード、キタド、マラド、フェイド、ガン、そしてフルフドの6地域で構成されている。アッド干渉には、以上の6島の他に、 多数の島々が存在するが、それについてはアッド干渉の記事を参照されたい。アッド干渉は、国内で最も古くから人類が生活していた干渉の一つであり、ミール島には、紀元前2000年に存在した集落の遺跡がある。最初の入植者は、インドのグジャラート西部とビハールから来たと言われている。 1976年のアッド干渉の地図、第二次世界大戦中の1941年8月、一石のイギリス艦船が東洋艦隊秘密基地の建設作業を開始するため、モルディブ諸島アッド干渉に公平部隊を上陸させた。英国の指導者たちは依然として、公式には極東の防衛拠点としてシンガポールを指定していたが、彼らはマラやスマトラ、 ジャワのマレー防衛戦が日本の攻撃に耐えきれないのではないかとすでに心配を始めていたのである。東洋艦隊は、艦ドックや修理施設などの設備のほとんどをシンガポールに保有していた。そして、シンガポール陥落の際、当初は、セイロンのトリンコマリーに交代することとなった。しかし、艦隊司令官であるジェームズ・サマビル提督は、 この港では断固たる攻撃から防御できないのではないかと疑いを抱き、この港は不適切であると判断した。彼は後にポート T として知られる別の基地をインド洋に発するようになった。公然とは述べられていないが、そのような秘密基地は1941年当時日本人と内通していると疑われていたインド人国家主義者の詮索の目からも安全であった。 シーヌ干渉という名でも知られている。アッド干渉は、モルディブ最南端の干渉であり、深いラグーンを囲んだいくつかの大きな島で構成されている。ラグーンへ接続する海峡はいくつかあるが、そのうちの最良のものは、干渉の南端に位置していた。そこで、イギリス海軍は飛行場用地として、干渉最南端の島岸島を選び、艦隊航空隊用に三本の滑走路の建設を、 開始した。これは、後の1957年にイギリス空軍に移管され、元航空基地として1971年まで断続的に使用された。元島の FAA 飛行場は設計上は、イギリスのすべての航空機を扱うことができたが、滑走路が短いために大型の爆撃機がしばしば着陸に失敗した。公平部隊が、 島内のジャングルを切り開いて飛行場の準備をしている間、飛行艇のカタリナとサンダーランドは、岩島北岸の桟橋から任務を行っていた。飛行場の最重要施設は、干渉の生誕の岩島と北立島に建てられた大型の石油貯蔵施設だった。この施設は、洋上の遠くからでも見ることができたが、これは、高所のない干渉では避けられないことだった。 東洋艦隊の第一沿岸防衛連隊は、艦渉内に存在する主要な六島すべてに、中東軍を配置し、対空砲、対艦砲を配置した。さらに防衛を容易にするために、戦略的に重要な艦渉生誕の島々に、軽便鉄道が付設された。しかし、この鉄道は、戦争末期になるまで強用されなかった。また、岸海峡を除くすべての海峡は、 対潜水艦ネットによって常時封鎖されていた。艦渉内に駐留する軍艦へ補給するため、シドニーから缶詰、数トンのアメリカ製タバコ、そして5200ガロンのラム酒が積まれた2隻の冷蔵庫船が派遣されていた。この船の乗組員は中国人とオーストラリア市民によって構成されており、積み下ろし作業は現地住民であるモルディブ人を雇って行われていた。 アッド干渉は今でこそ主要な観光地であるが、1942年当時は兵員にひどく嫌われていた。守備隊の士気は他と比べても非常に低く、また乗り組員はそれを困難な場所と考えていた。赤道から40マイルしか離れていない岩島は高温多湿であり、また現地の女性は立ち入りが禁止されていて、娯楽施設もなかったからである。 1942年4月のインド洋での空母襲撃の間でさえも日本は東南アジアでの拡大の計画が無駄になるまで基地の存在を知らなかった。対戦の後半、潜水艦の偵察任務がこの基地の重要性を確立した。1944年3月、ラグーンへの開口部が対潜水艦網によって高級的に閉鎖されているにもかかわらず、 ドイツ潜水艦 U-183 はタンカーのブリティッシュ・ロイアルティを魚雷攻撃した。それは反魚雷網の隙間を通して干渉の外から行われた効果的な長距離攻撃だった。これによりタンカーは大被害を受けたが沈没するには至らなかった。このタンカーは修理されはしなかったが戦時運輸省によって石油貯蔵船として使用された。この攻撃によって ラグーに深刻な石油汚染が発生し、イギリス軍が清掃に当たった。戦後、1946年1月5日にこのタンカーは、ラグーン内のヒタドゥー島付近で自鎮処理された。その後数年間は、石油が漏れ出していたが、後に、この沈没場所は有名なダイブスポットとなり、海洋生物の楽園となった。アブドゥラー・フィフ、スバドゥバ共和国の指導者、 スバディバ連合共和国別名スバディバ諸島はモルディブに存在したアッド干渉、フバド干渉、そしてフバン村から構成される短米の国家である。国名の由来はモルディブの3つの最南端の干渉の古代の名前だった。スバディバはフバド干渉のかつての名前に由来している。スバディバ分離独立運動は近代国家として出現した。 モルディブの闘争の文脈の中で起こったが、それでも、封建的で独裁的な権力構造によって、束縛されていた。主張された原因は、マレ政府の中央集権的政策と、インドとセーロンの近隣諸国の最近の独立であった。当時、モルディブは、イギリスの保護領であり続けていましたが、スバディバ諸島は1959年1月3日に、独立を宣言した。 しかし4年後の1963年9月23日、この国はモルディブに降伏し、統合された。2011年アデュ、赤道コンベンションセンター大統領府での記者会見で、ナシード大統領は、主要野党のモルディブ人民党との公式協議の結果、住民投票の結果に基づいて、共同で、地方文献法の改正を提案し、2017年10月に、 それが認められた。記者会見の中では、アッド氏が環境局の管轄から離れ、地方議会を設置することや、行政区が、キタドゥ、マラドゥ、フェイドゥ、マラドゥ、フルフドゥ、ミードゥの6つに分けられることが発表された。市の最初の市長は、2011年2月に3年間の任期で選出され、2014年2月にさらに3年間の任期で再選されたアブドゥラ・ソディクである。 アッドゥ市合計人口32,062人、北津地区はアッドゥ市の主要行政区で多くの行政機関がこの地区に位置しています。この地区は干渉の生誕に位置しており、地区名と透名が一致しています。また、人口においても最大の地区です。政府が管轄する北津地域病院はモルディブ南部で唯一産次医療を提供する病院であり、 24時間医療を提供している。健康センターも同じ島に位置しており、こちらでは基本的な医療と救急業務を行っている。眼科などの私立病院も日田地区に支部を設置するようになった。この鑑賞で話されている方言は他の地域で話されているリベヒごとは大きく異なっている。一方で、ふわむ区地方の方言とは親和性がある。伝統的に、 モルディブ南部に位置する三つの干渉で教育を受けた人たちは共通語としてアッド方言を使用する。アッド方言はモルディブ南部において最も有名で広く知れ渡っている方言なのである。一方でスワディバレン号共和国の分離独立主義者たちは公式文書にマレ方言を使用していた。アッド干渉にはモルディブ最イの居留地が存在しており、その文化や言語は 他のモルディブの地方と異なっている。それは強い社会的区分と強い封建的システムによって定義されていた。伝統的に上流階級の人々はスルタンと彼の王室の親しい友人や親戚であった。しかし、その中でさえ顕著な違いが見られた。20世紀に入っても歴史学者の H.C. ピーベルによると魔肉の女性と結婚したりでは、 自分のランクに昇格したが、マニ肉の父親とディディの母親の子供たちは、厳密に言えば、ディディを名乗る権利を与えられないということが起きていた。かつては、自分より、下の階級の人と食事をすることは許されていなかったが、現在は、このような階級差別は、受け入れられていない。スルタン時代には、貸している島の数や保有しているボートの数も、 また社会的地位を維持するために重要だった。ボートの貸主が半日の漁獲量の5分の1で船長を雇っていた。そして残りは漁師たちに平等に分けられた。ボートを作る人たちは職人として尊敬されていた。またハキームと呼ばれる医療者たちも同様の地位にいた。家事や宝石細工職人などの技能職も非常に尊敬されていた。 社会において底辺にいたのは、ラーベリアと呼ばれる、酒造業者たちで、彼らはココナッツを育てて、シロップやヤッシュを製造していた。厳しい社会階層による、分業制は、島の生活様式だけではなく、イスラムの伝統も反映している。モルディブの急速な経済成長と教育の発展は、伝統的な階級制度を完全に一掃した。アッドシはモルディブ第二の都市であり、 伝統的にモルディブ人にとっての最高の観光地であった。アッドゥ観賞の人々は独立心が強く、一時は共和国から離脱しようとした。アッドゥ観賞の観光業は発展を始めたのが遅かったが、リゾート建設に伴って眼光空基地が空港へと改装され、現在はモルディビアン航空とフライムがマレにあるイブラヒムナシル国際空港とつないでいる。 アデュアトールズビカムシティアイランドミニーバンニュースアーカイブ2019年7月19日閲覧ライトナウディーセントララゼイションインディスカントリーズジャスト報奨アデューシティメイヤーミニーバンニュースアーカイブ2019年7月19日閲覧ありがとうございます